え、岩海宏松です。今日はいただいた質問で、視野検査、リズムよく押してたのに音だけしばらくして見えない時があります。フェイクみたいのがあるんでしょうかってご質問に答えてお答えしようと思います。え、答えです。あります。えー、視野検査の場合は、リズム結構いいじゃないですか。カチッカチカッチ、ピッピッピッピーみたいな感じでボタンを押せる。僕もね、何回もやったことあるんで、あ、なんか、リズムよくいくね。 って思ったら、ふっと、これ、違うじゃん、光ってないじゃん、っていう時、通い押しちゃったりしてね。っていうふうに、わざとしてます。なんでかっていうと、リズム悪くすることもできるんだけど、そうすると時間かかっちゃうし、やっぱりまあ、リズムよくやっていきたいじゃないですか。で、基本的には検査って生前説。患者さんは、ちゃんと、えー、こちらの要望に応えてくれるっていうふうに考えて設計されてます。ただし、まあ、なんていうかなあ。悪気はないけど、うまくいかない人っていうのは、まあ、 っているわけですよ。はたまた悪気があってガンガンやる人もいるわけですよ。だから、いいの出してやれってやったりだとか、わざと悪くしてやれって人もいるわけなんで、だから、わざと、えっ、ー、と、光ってないのに、この、光るタイミングのとこで光らせないってこともあるし、逆に、なんていうか、もう明らかに光ってんのわかるでしょっていうのを出して、これ押すかどうかっていうのも見たりしてるんですよ。 だからつまりこう光ってるタイミングタイミングであれ違うなっていうタイミングを入れるのは適当にポン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 押してないあなたっていうのをチェックしてますいやこれ絶対見えるでしょって光をわざと出してるのはそれを出すことによってなんかこう少なめに押してやろうっていう人をあのチェックしてるって感じですねただ悪気はないんだけどそれ引っかかっちゃう人がいるっていうのもちょっと思っていただければと思います、まあ、こんな感じでちょっとした疑問質問には今後もお答えしていきますんでコメント欄とかにも書いてくださればと思いますよろしくお願いします